さんであるオリビア・ニュートン・ジョンで、そよ風の誘惑でよろしくお願いいたします。板垣さん、お互い頑張りましょう。ではアディオス、40歳目前のテレちゃんよりと。あ、なるほどね、はい。まあ、時間もそろそろですね、あと15分ということで、まだおかけする曲がございますので、早速曲に行きましょうか。こう75年のナンバーワンヒットですね。まあ、これはもうテレちゃんおなじみ のお得意のリクエストナンバーですね。オリビア・ニュートン・ジョンでそよ風の誘惑。There was a time when I was in a hurry as you are. I was like you.There was a day when I just had to tell my point of view. I was like you. Now I don't mean to make you frown. No, I just want you to slow down.オリビア・ニュートン・ジョンで、そよ風の誘惑をお届けいたしました。白石区のてるちゃん、リクエストメッセージどうもありがとうございました。ここでですね、ラジバーノスタルジア、今繋がっておりますのでね、ちょっとカフを上げてみましょうか。聞こえてますか？はい、聞こえてますよ。今日はね、素敵な女性が4人もいらっしゃるということで、はい、ぜひね、板垣さんに紹介したいというね、はい、どうぞ。出会い系サイト番組に、ね、出会い系サイト、はい、変えてみようかなと思いまして。はい、普段はラジオの方はお聞きになってるんですか？まあ、車に乗った時ぐらいですね。ほうほう、はい、まさかノースウェーブなんか聞いてませんよね。たまにだって、はい、裏切り者のテーマリクエストです。裏切り者のテーマ、はい、マジでいやいやいやはい、こんにちは、どうも。こんにちは、どうも、こんばんは。
んばんは。なんか言えよ。なんかまだ、お若そうな雰囲気ですけどね。見た目は17、18ぐらいなんですけれども、法に触れない程度 の酒の飲み方してますんで、多分問題ないとは思うんですけど。なるほどね、さっきからとっくりを抱きかかえてる状態であるというね。ご合同食いとか。17、18でとっくり抱きかかえてたんだけど、僕も17、18の時はそこまでは行ってなかったんですけれども、上には上がいるということで、じゃあね、ちょっとまた気さくなね、17、18の方がいらっしゃいますんで、いためしたいと思います。はい、どうも、はじめまして。はじめまして。どうも、こんばんは。こんばんは。17、18、見た目、はい。実年齢は言わない方がいいかな。どうぞ。あの、抱きかかえてもおかしくない年です。暖房用ですから。暖房用。はい。とっくりを暖房用にしてるということはかなりちょっとヴィンテージな感じがするんですけれども。なんかね、あの、でもね、はい、すごい皆さんおしゃれでね、あの、今日なんか白い人と白い人と黒い人と白い人とね。はい、あ、ロバちゃんの格一番ダサいんじゃないのかしたら。そう、俺なんかもう本当に安物の800円のトレーナーにね、あの、ユニクロで買ったジーンズでもそうですからね、はい、靴だけは高いです。ね、じゃあもう一人ね、はい、今日ね、今日の一番っていう感じでね、今日、なんかあの、インスピレーションであるじゃないですか、この人おしゃれだなって思う瞬間って、そう見っけてしまったんですよ。これあれだね、ロバちゃん、あの、店の中にこれまたカメラつけてね、ええ、こっちの方でも見えるようにしなきゃダメだね。やっぱり。ええ、いや、その回線つながるのにまた何十万も費用かかりますんでね。いや、だって俺見て面白くないんだって、声だけ聞かせてなんかね、生殺し見たくなっちゃってね。はい、想像してください。たまりません。はい。ということでね、はい、今日のね、はい、ロバちゃん一押し、はい、今日の一番いい女、見つけました。はい。お名前は？ともみです。ともみさん。うわ、俺の前の神さんの名前と同じだ。最悪じゃん。知る人と知るというね、そうですか。はい、はい、じゃあね、言いづらいけど、ともみさん、お仕事は何ですか？お仕事？主婦。あら、主婦。あら、何？主婦が。主婦のともみさん、僕に圧力をかけてるんでしょうかね、よくわかりませんけれども。今日はどういった飲み会なんですか？高校の同級生。あ、高校の同級生。あ、いいですね。僕は高校3ヶ月しか行ってない。18歳で高校の同級生ということで、でまだ卒業してねえじゃねえかって感じで、ね、そういうことにもなりかねないということでね。でね、今日の一押し女性ということで、ね、何が気に入ったかっていうとね、はい、メイクの仕方がね、すごくおしゃれだと思ったの。いや、こっち見れないからね、フォローしようがないんですよね。勝手に想像してるんですけどね。ラジオでよかったって感じ。またまた。まあ、なんとでも言えますから ね、そういった場合ではね。でもね、本当にね、俺、ある意味目利きですから、偽ブラジャーつけてる巨乳ぶった女とかね、そういうの見抜けますからね。あれはね、すぐ分かるんだよね。ああいうのはね、もう一発で、ね、見抜いてしまいます。揺れが違うの、揺れがね。揺れが違うんですね。板垣さんまでそういうこと言うと思わなかった。偽ブラジャーつけなかったらね、歩くとタカ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 ってこうね、はいはいはい、微妙な揺れなんですよ。つけたらね、上下一歩あるごとに一回しか揺れない。僕はね、まず高さで一発で分かるんですよ。とんがってるのいますよね。もう巨乳フェチのね、ロバちゃんとしてはね、そんなね、こんなオールディーズ番組あっていいのかっていう感じなんですけどね。なんか引っ張られちゃいますね、ほんとね。せっかくですからね、はい、何かね、リクエストございませんか？何でもかけますよ、オールディーズであれば。オールディーズ、懐かしい曲、高校時代の曲。ちょっと待ってください。ありましたよ。何ちょっと待ってくださいね、はい、お名前から言ってください。ゆみちゃんです。あ、ゆみちゃん、どうも。それって最初の奥さんの名前でしょ。私もゆみ、ゆみ子だの、ともみだの、本当もう勘弁してくれっていうのね。うち帰ったらまたかみさんに俺言われるんだから3人目に何あんた番組で自分の古い話をネタにしてるって言われるんだから
私もね、あれ、ユミちゃんっていうね、過去にあの付き合った女性いますけど、振られましたけど、3ヶ月で振られましたよ。まあ、板垣さん、あの、はい、板垣さんのキャラまで壊すことないですから、無難にやりましょう。というわけでね、早速リクエストいただきましたんで、そのね、ユミちゃんね、僕の前の前の奥さんの名前と同じのユミちゃん、はい、のリクエスト、じゃあ、何でしょう。ビートルズいいですか。はい、どうぞどうぞ。また気変わってるし、ね、さっきと言ってること違うじゃん。ビートルズのアンチェンドメロディーってどういうことよって感じ。ないな、それはないな。そんなものありえないから。いや、どっちでもいいよ。じゃあ、板垣さんとちょっと喋ってみて。うん、はい。どうも、ユミちゃん。私、ポール・マッカートニーが大好きなんです。はい。あの、それで、ポールの古い曲で、はい、あの、オール・マイ・ラビング。ああ、いいですね。コージョライズね、はい、わ、はい、かりました、あのすぐおかけてきますよ、はい、はい、お願いします、はい、オールマイラビングね、そうですか。なまあもうあそっか、18歳っていうのは嘘だったんですね、要するにね、そう、若い頃から18歳だったみたいですね。あ、そのまま止まってるな、じゃあ、そのままあの多分あのそういう最近症候群みたいのあるみたいなんですけれども、そこでね、もう一人いますね、はい、名を名乗れ。亀です。あ、さっきの亀さん。そうです。あ、こんにちは。どうもどうも。あ、いつもね、再放送で聞いてます。あ、そうですか、はい、それどうもね、ありがとうございます、はい、そう、いや、ずいぶんまたね、ずっと長くもう4時間くらいいらっしゃる、はい、ね、まあ、お店もまだ、ね、1時ぐらいまでやってるそうなんでね、どうぞあの最後まで楽しんでいってください。はい、ありがとうございます。できればあの今飲んでるあのボトル全部開けてですね、また新たにですね、ロバちゃんと社長に飲まれてもう飽きそうなんですよ。やっぱりそうか、じゃあ一番高いのしたらまたね、2本目も入っちゃってる、入っちゃってる、知らない間に。ラベルなんて書いてますか、名前。あ、ジンビームだけ。いやいや、じゃなくて あなたの名前ですよ。なんかムニエルって書いてますね。じゃあ、じゃあ私言ったらこのムニエルちょうだいって言えば私飲めるわけですね。あ、どうぞどうぞ。はい、そういうわけでね、はい、次、3本目まで行けるように私たちも努力しますということで。でもう一人ね、いつもラジオ聞いていらっしゃる方、ね、いらっしゃいますんで、名を名乗れ。ストレンジラブ。ストレンジラブさん、はい、うん、またストレンジラブ、うん、変わった恋どういうことだろう、これは。そうですね、ちょっと、昔の映画から撮ってます。はい、はい、ストレンジラブということでね、ストレンジは変態っていうことだって社長が言ってましたね。変態と話する時間はないのでね、はい、それではですね、せっかくあの綺麗なね、女性からね、僕のね昔の奥さんの名前も全部暴露したわけですから、はい、リクエストの方ね、あのオールマイラビングも今すぐ動けできますよ。あ、そうですか、はい、あ、じゃあそっちの方お願いいたします、はい、じゃあスタジオの方にお返しします。はい、はい、ということでですね、またずいぶん盛り上がって、今ずっと最初から猫を生やして、いらっしゃった、なんだっけ、亀の恩返しさんね、どうぞあの新しいボトル私も当てにしてますんで一つ、ということで、オールマイラビング用意できましたんでお届けいたしましょう。ザ・ビートルズです。 Close your eyes and I'll kiss you. Tomorrow I miss you. Remember I'll always be true. And then while I'm away I'll write home every day. And I'll send all my loving to you.I'll pretend that I'm missing the lips I am missing and hope that my dreams will come true. And then while I'm away, I'll write home every day and I'll send all my loving to you. All my loving I will send to you.Close your eyes and I'll kiss you. Tomorrow I'll miss you. Remember
はい、ザ・ビートルズで、オールマイラビング、今日ラジバノスタルジアに来てる、来てらっしゃるお客様でですね、女性の方、ポール・マカッタニが大好きという、初期の曲を聴いていただきました。この3連符のギターね、ジャカジャカジャカ、このジョンのね、刻みのギターなんですけども、ハリウッドボーのライブでもね、きちんと弾いてましたね。はい、ということで、メールをいただいております。12時過ぎましたけど、あと2曲ほどですね、お届けすればなんとか番組終われるんじゃないかなと思います。ラジバノスタルジア、南三条西4丁目5番街ビルの9階、だいたい1時ぐらいまでですね、やっておりますので、ぜひ、お誘い合わせの上、まあ、お一人でも結構ですけどね、どうぞお越しいただきたいと思います。スタッフあるいはね、まあ、常連のリスナーさんとかね、たくさんまあいらっしゃるようなんでね、大した賑わいで、早く行かなきゃと私もね思っておりますが、よろしくお願いいたします。連絡先は 252-2366、電話番号が 252-2366 番となっております。メールをいただいております。こちらが、清田区のハーレーダビッドソンさんからですね、いただいておりますが、グッディーオールディーズ係と、高木さんこんばんは、今日はこれからラジオを聞きますのでよろしくと、ちょっとね、かなり早い時間にいただいておりまして、今日は天気がよく家の前の雪もだいぶ溶けました。でもまだ寒いですね。ちょっとまあ風がありますよね。リクエスト、ミージュッケメーカーズの海呼ぶギターいただいております。あれ CD をまだセットしておりませんでしたね。まあ、この曲ですね、よく西区の駒さんからもね、何度かいただいておりまして、お気に入りの曲らしくて、これなんかねドイツのバンドらしいんですけどもね、ちょっと細かいことは分からないんですが、よくかかっておりますが、今日はちょっとステレオのものがですね、ちょっと入手できましたので、そちらをお届けしたいと思います。ミュージックメーカーズで海呼ぶギター。ザ・ミュージックメーカーで、海呼ぶギターをお届けいたしました。清田区のハーレー・ダビッドソンさんからのリクエストでした。どうもありがとうございました。それでは今日最後のリクエストになりますけれどもね、こちらラジオネーム E フラットさん
からですね、メールをいただいております。ユーフラットさんはですね、ご自分 の、 インターネットをですね、運営といいますかね、持っていらっしゃいまして、ベンチャーズに絡むいろんなその出会いからですね、現在までということで、いろんなエッセイといいますかね、豊富な画像も含めてですね、ご紹介されておりますのでね、もしあれでしたら教えていただければね、URL なんぞをですね、ちょっとご紹介したいなというふうに考えておりますけども、ちょっとまだ後でご本人に聞いてみたいと思いますが、板垣さんこんばんは、E フラットです。今日は僕が初めて北良に行った時の話をします。1月の末、5年生の娘が北良のステージに初めて立ちました。と言っても作曲相手にピアノを弾いたわけでもなく、髪に赤いリボンを結んで花束贈呈をしたのでもありません。ヤマハナウィンターコンサートという知名度が低い割にローカル色豊かな名前のついたコンサートに参加したのです。ヤマハナ地区の小学校、中学校、高校の生徒たちの果たして何人が将来北良のステージに立つのでしょう、と思えば願ってもない素晴らしい機会に恵まれたものです。伏見小学校からは幸運にも5年生が選ばれ、全員でふるさとを合唱し、島唄をリコーダーで合奏する予定です。演奏会が始まってすぐに僕はもう泣きそうになりました。ステージに立つ娘の姿をに、涙ぐんだという単なる親バカの話ではありません。娘の出番はまだずっと後なのです。最初に登場した柏中学校の合唱部女子15人が歌った大きな古時計の歌声を聞いた途端、じわっと目頭に熱いものが溜まってきて体中の力が抜け、立っていられないほどでした。幸い初めから座っていましたが、けれんのない美しい清らかなハーモニーは世間の赤にまみれた中年親父の身も心もすべて浄化してくれたような気がしました。音楽を聴いて涙が出たことなど今まで何度はあったでしょう。商業主義と無縁な音楽活動で人の心を揺さぶるまでになった彼女らの努力と純粋さに頭が下がるばかりです。当日は北良にも初めて娘も初ステージ、久しぶりに夫婦同伴、夜にはパーティーの予定があり、楽しみの多い休日だったので自分だけテンションが高かったからもしからかもしれません。でもそれでもいいから、柏中学校合唱部の歌った大きな古時計の歌声はテープに録音して、無人島に持っていくレコードと一緒に保管しておきたいほどです。大きな古時計一曲で、すっかり心が満ち足りたお父さんはその後自分の娘や他の子供たちの歌や演奏を、分け隔てない温かい気持ちと温かい目で見守り、その時のことを思い出すとやはり胸がいっぱいになりますので、特にリクエスト曲はないのですが、時計にこじつければロックアランドザクロックにでもいたしましょうか。なるほどね。61年の録音で、チャビーチェッカーのレコードがあるでしょうか。これはねないんですね。でいろんな方歌ってますけど、平尾正明さん、いいんですけどね、ちょっと変わり種をね一曲、今日ラストの曲になりますけどね、プラターズのロックアンドザクロックというのがございまして、64年の録音で、これトニー・ウィリアムさんも辞めてずっと後ですからね、デビッド・リンチがねリードボーカルを取っております。ちょっとね変わったねあれですけどもね、ちょっと聞いてみましょうか。それではこちら E フラットさんのリクエストです。こちらはねプラターズで聞いていただきましょう。ロックアランドザクロック。Join me, hon. We'll have fun when the clock strikes one. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till the broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. Rock around the clock. When the clock strikes two, three and four, when the band slows down, we'll yell for more. We're gonna rock around the clock. Rock around the clock.
that's 8, 9, 10, 11, 2. We'll be going strong and so will you. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till the broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. Rock around the clock.今日最後のナンバーはですね、E フラットさんのリクエストで、6アランザク6、チャビチェッカーがちょっとね、ございませんでプラターズをお届けいたしました。今日はですねキャシーキャロルに始まってプラターズの6アランザク6で生まれて、まあ、非常にこうバラエティに富んだ、構成になったんじゃないかなと思いますけどもね、途中2回ですねラジオバーノスタルジアからの実況中継入りましてね、まあ、大変そのお店の中の雰囲気がこう、まあ、見えはしないんですけどもね、こう、マイクと、いや、ヘッドホンを通じましてね、本当にこう皆さん和やかに、楽しんでらっしゃるというのはよく、わかります。皆さんもお分かりだったでしょうか。南三条西4丁目5番街ビルディング9階にございます。ラジバーノスタルジア、ぜひご来店お待ちしております。ということでね、12、3分ですか。延長となりましたけれどもね、今までお付き合いいただきまして本当にどうもありがとうございました。また来週ですね、この4月の3日になりますかね、また年度明けという、ね、ことになりまして、また気持ちを一新して頑張っていきたいと思います。 FM78.6MHz ラジオノスタルジアグッディオールディーズ、私板垣又氏がお送りしました。それではまた来週お会いしましょう。おやすみなさい。さようなら。この番組はレコーズレコーズの提供でお送りしました。78.6